創業安政3年、164年余り日本が大きく近代に動いた時代を舞台の中心地京都で見守ってきた。その守り続けられてきた姿と味を堪能しよう。創業は安政3年1856年、歴史と伝統に彩られた老舗。ここに来れば京都のすべてを感じられると言っても過言ではない。変わるものと変わらないものを見極めながら積み上げてきた礎。下鴨茶寮では京都だけが持つ独自の文化や美しさを料理やおもてなしの心を通じて発信していくことを信条としているのだとか。この下鴨の地にのれんを出して164年、100年以上にわたり手入れを続けてきた庭園は春夏秋冬1年を通して訪れる人々に京都だけが持ちうる美しさを感じさせてくれる。庭に出てみてわかることだが、空気が違う。これが京都という土地の力なのだろうか。張り詰めているのに優しい。思いっきり息を吸いたくなる。歴史ある建物に足を踏み入れると、出迎えてくれるのはおもてなしの心と歴史を彩ってきた見事な調度品の数々。そんな下鴨茶寮では創業以来、淡々と流れる時間を体感することがおもてなしのテーマだそうな。部屋に案内され襖を開けていただくと、そこにはただただ凛とした空気に満たされた空間がぽっかりと現れる。野山をあてもなく散策していて、素敵な場所を見つけた時の感動に似た思いを感じざるを得ない。部屋から眺める庭はまた別の顔を見せてくれる。椅子に座ってしまうのがもったいない、そんな空間である。椅子に腰掛ける前に部屋全体を堪能したくて、部屋の中を隅々まで歩き回ってしまう。素敵な場所というだけではなく、身も心もそっと置いておきたくなる空間。現在のご主人である作家の小山薫堂氏は言う。伝統に寄り添いながら今を磨き続ける料亭でありたい。一番新しい京料理で人生の記憶に残るひとときを。それが下鴨茶寮のおもてなしです。まずは梅昆布茶で迎えられる。うっすらと梅と昆布の味が感じられる。ほんのりと喉が潤されていくと気持ちが不思議なくらい落ち着く。ノンアルコール梅酒彩花のソーダ割り、豊かな梅の香りで始めよう。食前酒をノンアルコールドリンクの白ぶどうジュースに変えてもらう。車を運転してくる方も多いということでの配慮、これはとてもありがたい。先付けは常夜蒸し。常夜とは山芋のこと。穴子と銀杏、舞茸にすった山芋をかけて蒸したもの。上には菊花とウニをのせ、そこにわさびを添えて。うっすらと味がついたあんが温かく柔らかくしっかりとした醤油を包む。薄味の中でしっかり焼かれた穴子が際立つ。銀杏の甘さに舞茸の秋の香り。ここで釜入り緑茶イリカに変える。リッチなカテキンの味わい。向こう漬けはタイとカマスとカツオのお刺身。上にはミョウガを乗せて。各種2切れずつある。カツオはからしと生姜でいただく。からしがお皿の脇にではなく、カツオの切り身それぞれに乗せられているのが嬉しい。カツオもカマスも少しまったりとした熟成感を感じる。カツオに乗せた生姜、カマスに乗せたわさびとそれぞれによく合って旨味を引き出す。カマスの焦がし加減も絶妙で、パリッと香ばしくわさびがよく効く。ワンモノは湯葉どんぶり新醸。持ったお椀の蓋の食感が素晴らしい。
このお椀は古くから使われているものだそうで、どこの塗り物かわからないそうな。蓋を開けた瞬間に弾け飛ぶような松茸のいい香りに満たされる。その後ろを柚子の香りが支えることで、透き通るような汁の味が格段と引き立つ。柔らかいハモを、優しい柚子の移りがと、ぐいぐい引っ張る松茸の香りでいただく贅沢。畑のキャビアとも言われるとんぶりとは、ほうき草の実のこと。そのとんぶりを使った新醸は、弾力といい魚風味にほっこりしてしまう。1年に3度も収穫できるから三度豆、一般的にはさやいんげんのこと。さやが成熟しないうちに収穫して食べる南京酒、柔らかい甘みが嬉しい。先ほどからありえないくらいの香りを放っていた松茸の産地は驚きのブータン。歯ごたえも味もびっくりするくらいしっかりしていて美味しい。柚子の皮が入っていることで、汁は柚子の香りが松茸に勝るのもいい。八寸はまず重箱にきれいに詰められてくる。ちょっとしたことが素敵。改めてお皿に盛られて出される。なんとも美しい装いに変わる。左から子持ち鮎有馬に、菊菜柿白和え、筋子醤油漬け。筋子から解き放たれたイクラは、一粒一粒の輝きがすごい。噛んでも噛んでも口の中で逃げられてしまう。それくらいプルンとしていて、噛めばプチッと音がする。イクラの半分まで醤油が染み込んでいるのが程よくいい。下には酢飯が敷かれていて、味変をして何度も楽しむことができる。子持ち鮎の有馬煮は、鮎にしっかり醤油の味が染みているのに濃すぎず、ご飯が欲しくなるやつ。実山椒がよく合う。菊菜と柿の白和えはマイルドで、白和えと柿の微妙な曖昧さが不思議と溶け合い、雲をつかむような味わい。鉢物は小カブ、ルリナス、クリフ、クルマエビ、水菜に柚子を添えて。いやはやこれはどれをとっても薄味の中でしっかりと素材本来の味が引き立っている。優しくまとまっているのにしっかりとした炊き合わせ。野菜の甘さもさることながら、クリフが素敵に甘い。これは癖になるやつ。焼き物は秋鮭味噌幽庵焼き、レンコンに別香生姜を添えて。焦げた味噌と幽庵地独特の甘い香りが食欲をそそる。これもたまらない。これだけ匂いでそそらせながら口に入れてみると、鮭本来の味だけがする。まず香りで楽しませてくれ、その後素材の本来の味を楽しませてくれる。添えられている別香生姜は、なんと松の葉に刺してある。雅じゃないですか。ここで台湾ウーロン茶分散芳酒茶をいただく。最も緑茶に近い花のような香り漂うウーロン茶だそうな。三選楽しめる。確かに爽やかな香りが広がる。シー魚はしめ鯖、もってぎくに、なしみぞれず。しめ鯖の上に生姜、玉ねぎ、なしのみぞれず、もってぎく、食用菊を乗せて。とにかくみぞれずと玉ねぎが甘い。そしてさらりと生姜の味がしたと思いきや、しめ鯖の酸味が自然に広がる。これも先にみぞれずの甘さがあったからだろう。この組み合わせが経験したことのない美味しいしめ鯖を味わわせてくれる。食事は松茸釜炊きご飯に止め椀と甲のもの。蓋を開けると瞬く間に松茸の香りが部屋の中を覆い尽くす。お米は京丹後産のコシヒカリを使っているそうな。こんな風に配膳される。それにしても松茸の香りが気持ちいいほどすごい。甲のものは柚子大根にきゅうり、からしなす、そして昆布。お味噌汁は赤だしのなめこ汁。松茸釜炊きご飯は
ご飯に松茸の香りが移っていない。ご飯自体はとても薄味ですっきりしている。インゲンのシャリッとした食感と口に含んだ時に松茸の香りが弾けていい塩梅にまとまる。サラサラっと入ってしまう。少しだけ酸っぱい柚子大根、浅漬けのきゅうり、王道のからしなすと昆布、こうのものを挟みながらいただいているとついついおかわりをしてしまう。釜の蓋を開けると松茸が香り、混ぜるのが楽しみになるのがまた嬉しい。水物は熟し。何と表現すべきか、素朴な柿とでも言うのが正しいのかわからないが、熟してこそこの甘みと旨みが出たのかと聞きたくなるほど食べ頃である。甘味は栗茶菌。見た目も茶菌絞りでそのまま栗なのだが、お味も栗そのものなことに驚く。栗を潰して裏ごししたこの細かい食感が口の中でさらっと崩れていく。これで食事も終わりなのかと、過ごした時間に幸せを感じるひととき。最後にお抹茶をいただく。下鴨茶寮の庭を眺めながら気持ちを凛とする。このちょっと薄くて苦味のある味に今日をかみしめる。ごちそうさまでした。安政といえば江戸時代後期の波乱の時代、いわゆる幕末と言われる時期である。大きな地震が相次ぎ発生したり、江戸幕府崩壊の引き金とも言われる安政の大国桜田門外の変が起きている。200年以上続いた鎖国という歴史も、一つ前の元号嘉永末期からの黒船来航の受け入れ、安政には開国と、時代の波は容赦なく押し寄せた。5年間の安政という時代の狭間の安政3年創業というのだから、近代日本の大きな変換期を目の当たりにしてきたわけである。まさに激動の時代に生まれ、今現在まで何も変わらずその姿を保つ下鴨茶寮には敬服する。5代目当主の時、下鴨茶寮は売却されるところだった。その際、お上が気に入ったのが現当主の作家である小山薫堂氏である。買い取り経営に乗り出した小山氏の心意気にも敬服する。その守られてきた姿、時代とともに変わってきた味を、季節が変わったらまた堪能しに寄らせていただきます。